皆さんこんにちは。タニタで営業開発を担当しております中谷です。本日は睡眠系の使い方についてお伝えします。いきなりですがここで問題です。今睡眠系はどこにあるでしょうか。皆さん分かりましたか。実はここです。はい、こんなところにありました。睡眠系がなぜあのような場所にあったかといいますと、この睡眠系は、振動を検知するセンサーを使っておりまして、3つの種類の振動を検知しております。1つ目が、帯動、体の動きですね。寝返りとかそういった動き、あと、心臓の心拍です。心拍の振動、あと呼吸をした時に胸が上下すると思うんですけれども、その振動というこの3種類をこの機械で見分けまして、睡眠の質というのを計測しております。これらの振動を正しく検知するために、ちょうどマットの、下なんですけれども、寝た時に心臓が真上に来るあたりに引いていただいて、でその後はもういつものように寝ていただくだけで正確に睡眠の質が測ることができます。この睡眠計が気になった方はぜひオンラインショップで検索してください。これからもタニタは健康に関する様々な情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。